が来れば思い出す遥かな星、遠い空。ご視聴ありがとうございます。ナイフマンです。今回は夏の思い出の伴奏法をご案内します。左手で押さえるコードについてよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。今回の課題曲はカポタストを使わないいわゆる開放弦。 C コードを軸に進めてまいります。使うコードは全部で6種類。簡単に確認しておきましょう。 C コードの形です。3弦3フレットに小指を足して C7 の形です。 D7 の形、こちらは4弦から下を響かせましょう。Em の形です。 F コード、高座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず4弦から下を響かせましょう。最後は G7 の形です。今回の課題曲夏の思い出は4拍子弾き下ろし弾き上げ1往復を4回繰り返して1、2、3、4とつないでいきます。では左手でネックを押さえて音を消してこのストローク練習をご一緒しましょう。ジャッカー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 、ワンセットを2回ご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。ジャッカー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 。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。前半の2行、まず1行目、前半分のゆっくりお手本を先に聞いてください。夏が来れば思い出す。コード進行を見ておきましょう。 C コードから G7 コードへ。ではこの前半分をゆっくりご一緒に2カウントで入ります。 1、2。 夏が来れば部分が標準スピードに達すると、夏が来れば思い出すとなります。続いて後半、まずゆっくりお手本です。遥かな星、遠い空。コード進行です。 C コードから F コード C G7 C。 ではこの後ろ半分をゆっくりご一緒に2カウントで入ります。1、2。後ろ半分が標準スピードに達すると、遥かな星、遠い空となります。次の2行目は1行目とコード進行がほとんど同じです。ということでここは一気に制覇を目指しましょう。まずゆっくりお手本を聞いてください。ではゆっくりご一緒に2カウントで入ります。1、2。霧の中に
目が標準スピードに達すると続いて後半の2行。まず前半分のゆっくりお手本です。見る場所の花が咲いている。F コードは普通のジャーカージャーカー。次の E マイナーコードで弾き下ろしを2回。ここで軽く弦に触れて音消しミュート。と叩いて、F を2回引き下ろし、ミュートして、軽くトン。ゆっくりお手本をもう一度。では少し難しいかもしれませんが、ゆっくりご一緒しましょう。2カウントで入ります。ワン、ツー。見る場所の花が咲いている。この部分が標準スピードに達すると、見る場所の花が咲いている。となります。続いて後半のゆっくりお手本です。ではご一緒に2カウントで入ります。ワン、ツー。夢見て咲いている水のほとり。この行全体が標準スピードに達すると、水場所の花が咲いている。最終2行目、ここは一気に制覇を目指しましょう。まずゆっくりお手本を聞いてください。桜で色に黄昏る遥かな遠い空。遥かな尾瀬、 C コードから F コードの部分ですが、遥かな。次の F コードは引き下ろしを2回。尾瀬。では少し難しいかもしれませんが、この行ゆっくりご一緒しましょう。このあたり動画を繰り返し再生して練習を重ねてください。ゆっくり2カウントで入ります。ワン、ツー。桜で色に黄昏る遥かな尾瀬遠い空。最終行が標準スピードに達すると、シャツ投げ色に黄昏る遥かな尾瀬遠い空となります。今回の課題曲夏の思い出は、作詞エマ翔子、作曲中田義直、昭和24年ラジオ放送のために作られました。敗戦後の日本に夢と希望を与えるような作品を書いてほしいと注文されたエマ翔子は、戦争末期疎開先の小瀬沼で見た幻想的な風景をモチーフに作詞したと伝えられています。伴奏は決して急がず悠々と、
歌声をよく聞いて、後から音をはめるイメージで演奏してみてください。全体の弾き方解説は以上です。なお、フルコーラスの歌詞とコード割りを見やすい PDF データでもご用意しておりますので、動画下概要欄よりダウンロードしてご活用ください。さらにこの後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、夏の思い出、お手本演奏をぜひご視聴ください。そして、弾き慣れてくれば、コラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。